こんにちは、かわぽんです。今日は慶応大学薬学部の英語の分析をします。よろしくお願いします。早慶の他の学部と違って、他の学部との併願が少ない学部だと思われます。そのためあまり話題には出てきませんが、結論から言うと受験レベルが全く考慮されておらず、運の要素が強い問題となっております。早稲田に社会科学部と理工学部があるのならば、慶応には薬学部ありと思うくらい逸脱したレベルになっております。今回しっかりと見ていきたいと思います。早速問題形式になります。全部で4問の構成ですが、最後の問4は問1から問3までの総合的な内容を問う選択問題1問のみとなっております。実質問1から問3までの長文の3題の構成と考えていいと思います。長文はいずれも1000語程度です。テーマとしてはご覧のように科学的な内容が多めになっており、いずれも高難易度となっています。しかも選択肢は5択です。記述問題は問3で出題されております。あまりボリュームはありません。内容としては登場人物のプロフィールに合わせてその人物の出身国を書きなさいというような問題や、本文の要約文の空所に単語を記入する問題になります。文章作成の力を問う問題ではなく、本文の内容理解が試される内容となっております。その他の特殊問題としては問1でアクセント問題が出題されておりました。次に速読レベルの考察になります。長文の単語数は合計で約2800語となります。問4の選択問題を3分で解くとすれば、残り時間の77分でこの語数を処理する形になります。これを1分あたりの語数で計算すると、1分あたり36語で進めていく形になります。これを早慶の他の学部と比較すると次のようになります。これがその一覧になります。薬学部は慶応大学の中では経済学部と並んで2位となります。難易度を考慮すると、文章レベルは小学部と経済学部と比較しても大変高い難易度になりますので、実質1位と言っても過言ではありません。もう少し他の学部の問題レベルを見習ってほしいところです。この学部だけ悪い意味で独走している印象です。これも個人的な感想ですので、人によっては素晴らしいという人もいるのかもしれませんが、次にハイレベル英単語の数になります。これは一般の受験英単語帳に載ってないであろう英単語を中心に独断でピックアップしました。その結果32語という結果になりました。これも早慶の他の学部と比較してみましょう。これがその一覧になります。速読レベルに続いて慶応大学で2位となりました。個人的にはこの単語の数は問題を作る人の能力だと考えています。良い問題ほどハイレベル英単語の数を抑えて、しかも受験生の差がつく問題を作る、これが受験英語だと考えています。その観点からはこの数は多すぎると言えます。この単語の数と偏差値はなんとなく反比例しているような気がします。次に英語単独の合格最低ラインの考察になります。マーク問題は合計で36問になります。それをすべて標準、やや、難の3レベルに分類してみました。その結果がこの円グラフになります。難の問題が 44% となりました。突出して高い難易度になるかと思います。これをもとに英語の合格最低ラインを考察すると、
52% という数字になりました。記述問題は考慮しておりませんが、記述問題は6割は確保したいところです。ちなみに大学広報の3教科の合格最低ラインは薬学科、薬科学科ともに 59% でした。ちなみに配点は英語100点、数学100点、科学150点と科学の配点が高めです。英語で得点を引っ張ることは難しいと思われます。ちなみにこれが大問ごとの難易度になります。記述問題は考慮しておりません。問2が唯一まともな印象です。問1と問3が絶望的に難易度が高いです。最後の問4は選択問題1問のみですが、問1から問3までの総合的な内容理解になり、難易度は高いです。それでは総合難易度になります。こんなにスタンクが埋まるのは早稲田大学の社会科学部以来です。記述問題を除けばフルマークになります。問題を作成したスタッフの方々の中ではよく練り込まれて作り込んだ問題ではあるのでしょうが、とにかくレベルが高すぎます。大学院の入試であれば許されるとは思います。今一度真剣に大学受験問題はどうあるべきかをぜひ考えていただきたいと思います。これが実際に出題されたハイレベル英単語の一例になります。重要度が高そうな単語を選びました。中でも赤いカードが最優先になります。ぜひ覚えてみてください。それでは次に少し問題を見てみましょう。これが問1で出題された発音問題になります。赤文字の英単語と同じアクセントを持つ英単語を5択で選ぶ問題になります。単語の難易度が高めで、しかも音節を自分で判断しなければならないので簡単には解かせてくれません。少し考えてみてください。それでは回答に移ります。正解は3つ目の音節にアクセントが置かれる4番が正解になります。皆さんできましたでしょうか。できた人はアクセントには自信を持っていいと思います。それではもう一つ問題をやってみましょう。これは問3で出題された並び替え問題になります。この問題はぜひ正解しておきたい問題です。長文からの抜粋ですが、一応この部分で完全文が成り立ちます。それでは考えてみてください。それでは正解になります。回答はこうなります。その年頃では女の子は何でもできると考えるという意味になります。あとざっとエイジで一旦切れ目を作るのがポイントでした。皆さんどうでしたでしょうか。この問題は他の問題と比較すれば難易度は低く、慶応薬学部にもまだ良心というものが残っていたようですね。これで解説は以上になります。あくまで個人的な分析になりますので、一つの参考として捉えてください。今後なるべく多くの大学の解説をしたいと考えております。チャンネル登録ぜひお願いします。創作意欲が湧きます。ありがとうございました。